州アナハイムにありますエンゼルスタジアムです。野球ファンの皆さんこんにちは。今日はここエンゼルスタジアムからエンゼルス対大分4ゲームシリーズ2日目ゲーム2の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあ試合が始まります。エンゼルススターティングラインナップはご覧の通りです。ショートを守りますエリック・アイバー、メジャー4年目のシーズンを迎えます。ライトボビー・アブレイユ、メジャー13年目のシーズンを迎えます。エンゼルスのスタンディングピッチャーは各勝投手ケルビム・エスコバル。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー、現在の打率は3割2分1厘。さあボール1から低めいっぱいストライク、内角高め際どい球ボール。第4球は外のボール球、ったセカンド抜けた、センター前ヒット、イチローセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、ギリギリいっぱい、初球まずは入れてきました。空振り、もう追い込んでいます。ランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン、ワンバウン、イチロー送球の間に三塁へ、リュウライト線にヒットを放ちました。ヒットエンドラン成功です。現在ホームラン数トップ、大谷、大分いきなり先制のチャンスを迎えています。一塁へ牽制球を送ります。さあ1球目ボールから、内角低め見送ってストライク、ワンストライクワンボール、ランナーした、外した、二塁送球はどうだ、判定はセーフ、判定はセーフ、盗塁成功。さあバッティングカウントからフルスイング、空振り、ツーツーピッチから直球ボール、大谷よく見ています。さあフルカウントになってアウトサイドコーナー打った、ショート掴んだ、ホームタッグアウト。バッターメジャー11年目の鈴木、現在打率は3割3分3厘。空振り、さあ初球空振りからカーブ打った、センター使いました。鈴木センターライナーに終わりました。今シーズン絶好調の菊池、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。ストライク、インサイド厳しい球、まずは初球決めてきました。さあ初球ストライクからインサイド打った、サード掴んだ、一塁送球、スリーアウトになりました。得点圏にランナーを送りましたが得点できませんでした。1回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。大分スターティングラインナップが出ています。大分のスターティングピッチャーは役所同士前田、これから攻撃に入ります。エンゼルス、さあまずは1番ショーン・フィギンズ、メジャー通算2塁打150まであと4と迫っています。現在4試合ヒットが続いています。三遊間抜けるラインドライブ、フィギンズレフト前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、ストレート打ちました、ファウルボール。さあ初球ファウルからストライク決まった、ツーストライクノーボール、一塁へ牽制球を送りました。第3球はボール、1つ外した、縦のカーブはボール、アイバーよく選んでいます。一塁へ牽制球を送りました。第5球は縦のカーブ外れてボール、アイバーよく選んでいます。さあフルカウントからよく見たフォアボール、アイバーよく選びました。今シーズン絶好調のブラジービル・ゲレーロ、エンゼルスいきなり先制のチャンスを迎えています。スプリットフィンガー見送ってストライク、さあ2球目、外のボール球、ったワンバウン、ゲレーロレフト前ヒットを放ちました。さあこれノーアウトフルベース、ここで頼れるスラッガーロブ・フィンガー、エンゼルスいきなり先制のチャンスを迎えています。
ターは5番トリーハンター。まだチャンスは続いています。現在打率は2割3分9厘。そして2球目、直球打った、ショート掴んだ、一塁送球、一塁マウント、ゲッツ、スリーアウトです。エンゼルス先制のチャンスを逃しました。1回の裏が終わってエンゼルス無得点で終了です。これから攻撃に入る大分、今シーズン絶好調のマット・タップマン、現在打率は3割3分7厘。ボール低めわずかに外れた。さあワンボールから、低めの球打った、ワンボール。タップマンセンター前ヒットを放ちました。大分今日3本目のヒット。ストライク決まった。初球まずは入れてきました。一塁へ牽制球を送ります。さあ1球目ストライクから、おお、カーブ外れました。インサイド、判定はボール。一塁へ牽制球を送りました。そして4球目、ストレートを打った、ライト前に転がっていきました。一塁はセーフ、フリーマン、ライト前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナーは一塁二塁。初球打ち流した、ワンバウン、ミルズ、ライト前ヒットを放ちました。大分三者連続ヒット。初球打った、三遊間ライナー破っていった、ヒットになります。レフト前、大分1点先制。ゴリ、レフト前タイムリーヒット。さあこれでノーアウトフルベース。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー、今日早くも2回目の打席を迎えます。ストライク、アウトサイド厳しいところ。さあ初球ストライクから、スライダー見送ってストライク、ストライクアウト。エスコバル3球できっちり仕留めました。今シーズン絶好調のリュウ、今日早くも2回目の打席を迎えます。インサイド打ちました、ワンバウン、ボールは中継のセカンドへ、二塁ランナー送球の間にホームへ、セーフ。大分この回3点目、リュウ宇宙間へのタイムリーヒット。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。初球見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、アウトサイド打った、セカンド取った、一塁はどうか、セーフ。さあ追加点のチャンスにバッター鈴木、現在の打率は3割2分6厘。スプリットフィンガー見送ってストライク、一塁へ牽制球を送ります。第2球は内角高め、空振り、早くも追い込んでいます。カーブ打った、ショート掴んだ、スリーアウトです。2回の表が終わって3対0大分、まずは先制しています。3点を追いかけますエンゼルス、今シーズンは好調なバッティングを見せるボビー・アブレイユ、メジャー通算250本塁打まであと5本です。現在打率は3割2分5厘、ワンアウト。アブレイユ内野ゴロに倒れました。バッターはハウィ・ケンドリック、現在打率は2割2分9厘。見送ってボール、さあワンボールから、縦のカーブ打った、取りました、ツーアウトです。ケンドリック、レフトライナーに終わりました。次のバッターはジェフ・マシス、現在打率は2割7分7厘。空振り、思い切って振っていきました。第2球はインサイド引っ張った、取りました、スリーアウトになりました。最後はレフトフライに倒れました。2回の裏が終わって3対0大分3点リード。これから攻撃に入る大分、今シーズン絶好調の菊池、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。見送ってボール、ノーストライクワンボール。そして2球目、アウトサイド空振り、そして3球目スライダー外れました。さあバッティングカウントから、高めボール球打った、センター掴みました、ワンアウトです。菊池センターフライに終わりました。前の打席でヒットを放っているマット・タップマン、現在の打率は3割4分。決まった、ストライク。さあ1球目ストライクから、おう、直球外れました。エスコバル今の投球でちょうど40球目になります。セーフティーバント、三塁線転がした、サード掴んだ、ツーアウトです。タップマンサードゴロに倒れました。前の打席でヒットを放っているフリーマン、メジャー通算400本塁打まであと5本です。現在の打率は2割9分7厘。さあ初球ストライクから、ストレート打った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。最後は内野ゴロに打ち取られます。
現在の打率は2割8分2厘。そして2球目、低めわずかに外れてボール、ワンストライクワンボール。スプリットしました、高く跳ね上がった、サード取った、記録はヒットになりました。さあこれでノーアウトランナー1塁。今日ヒットを放っているショー・フィギンズ、6月の月間 MVP に選ばれています。今日2打席目。第2球はランナースタート切った、あーっと1点のランをかけた、抑えた、フィギンズハーフウェイから1塁に戻ります、アウト、ダブルプレー。フィギンズセカンドライナーに終わりました。バッターはエリック・アイバー、現在4試合ヒットが続いています。真ん中打ちました、セカンド掴んだ、エンゼルスあっという間に3アウトになりました。3回の裏が終わって3対0、試合はこれから4イニング目に入ります。今日ヒットを放っているミルズ、今日2打席目、内角ストライク、初球まずは入れてきました、ワンストライクノーボール。さあ2球目、真ん中打ちました、二遊間抜けた、センター前に運んでヒット、ミルズ2打席連続ヒット。さあこれでノーアウトランナー1塁。前の打席でタイムリーを放っているゴリ、7月に入って早くも7本のホームランを放っています。今日2打席目、直球打った、ワンバウンド、2バウンドしてヒットになる、3塁へ送る、ゴリ2打席連続ヒット、大分2者連続ヒット。今日ヒットを放っているイチロー、大分追加点のチャンスを迎えています。流し打ちどうだ、レフト前ヒット、バックホームはどうか、大分リードを4点に広げました。イチローレフト前タイムリーヒット。さあこれでノーアウトランナーは1塁2塁。あーっとキャッチャーこいつ、キャッチャーから2塁送球、ゴリその間に3塁へ。さあ1球目ボールから、チェンジアップボール。さあ3球目、ストライク、胸元厳しい球。さあバッティングカウントから高め打ちました、ファールボール、空振りストラックアウト、リュウスイングアウトの三振に倒れました。現在ホームラン数トップの大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。大分追加点のチャンスを迎えています。さあボールワンから、カーブ見送ってボール、スプリットフィンガー見送ってストライク、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、セカンドの右ホームへ、アメリカンナー今ホームイン、大分リードを5点に広げました。さあ追加点のチャンスにバッター鈴木、現在の打率は3割1分8厘。センター掴みました、3アウトになりました。4回の表が終わって5対0大分、5点を追いかけます。エンゼルス前の打席でヒットを放っているウラジーミル・ゲレーロ、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在の打率は3割2分2厘。縦のカーブ打った、1塁へ、1塁セーフ、ゲレーロセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。縦のカーブ外れました。さあ2球目、ストレート打った、まだ伸びる、伸びる、1塁へ牽制。
試合ヒットが続いています。一塁転送、一塁アウト、ダブルプレー成功、スリーアウトになりました。4回の裏が終わって5対2エンゼルス、この回2点を返しています。これから攻撃に入ります大分、今シーズンは好調なバッティングを見せる菊池、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。アウトサイド空振り、ワンストライクノーボール。さあ1球目空振りからインサイド打った、取りました、ワンアウトです。菊池レフトライナーに終わりました。今日ヒットを放っているマットタップマン、現在の打率は3割3分8厘。スプリット打った、二遊間抜けるラインドライブ、センター前ヒット、タップマンセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、まずは1塁先制。スプリットフィンガー外れてボール、さあボールワンから低めボール球打った、セカンド掴んだ、一塁は一塁セーフ。今日はマルチヒット、ミルズ、これが3打席目になります。アウトサイドコーナー見送ってストライク、さあ初球ストライクからインサイド打ちました、セカンドライナー抜けた、フリーマン送球の間に三塁へ。ミルズこれで今日3安打、さあこれで2アウトランナーは一塁三塁、高め決まってストライク。そして2球目打った、引っ張った、サード取った、スリーアウトです。5回の表が終わって5対2大分エンゼルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。前の打席でヒットを放っているレジー・ウィリックス、今日2打席目縦のカーブ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目ストレート打ちました、2打席連続ヒット、さあこれでノーアウトランナー1塁、まずは1塁牽制、1塁へ牽制球を送りました。空振り、1塁へ牽制、かなりランナーを気にしています。さあ2球目、これは見送ってボール、ランナースタートを切った、スプリットフィンガー見送ってストライク、セーフ、盗塁成功。真ん中落ちました、ショート掴んだ、二塁タッグアウト、判定はセーフ。バッターはエリック・アイバー、現在4試合ヒットが続いています。インサイドコーナーわずかに外れた、一塁牽制、一塁へ牽制、さあ1球目ボールから、お直球外れました、インサイド空振り、早めに手を出しすぎたか。さあバッティングカウントになって、スプリット打った、サード掴んだ、ツーアウト。今シーズン絶好調のブラジーミル・ゲレーロ、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。これが3打席目になります。さあ初球ストライクから、縦のカーブ見送ってストライク、直球打った、菊池取りました、スリーアウトです。前半5回を終了して5対2大分、3点リードは変わりません。ここでタイムがかかります。エンゼルスピッチャーが変わるようです。エスコバル、ノックアウト、シールズ、今日2番手としてマウンドに上がります。初球外れました、さあボールワンから、ボール低めわずかに外れた、内角高め見送ってストライク、さあバッティングカウントになって、ツーシーム打った、ハンター取りました、ワンアウトです。一郎センターライナーに終わりました。今日ヒットを放っている龍、現在の打率は3割3分7厘。インサイドコーナー打った、記録はエラー。現在ホームラン数トップの大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。まずは一塁先制、ランナー走った、
3打数ノーヒット。現在の打率は3割1分1厘。さあ初球ストライクから。低め打った。二遊間ライナー破っていった。大分リードを4点に広げました。鈴木センター前タイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁。今シーズン絶好調の菊池、7月に入って早くも5本のホームランを放っています。さあ1球目ストライクから。チェンジアップ打った。伸びる。さらに伸びる。現在4試合ヒットが続いています。
番手としてマウンドに上がります。またストライク。さあ1球目空振りから、おう直球外れました。アウトサイドコーナー空振り、バッター追い込まれた。直球見送ってボール。さあ平行カウントから長集中、どうだ、ワンボール。バシスライト前ヒットを放ちました。エンゼルス初球本間のヒット、ストライク。第2球は初球外れました。第3球はシンカーはボール。次が4球目、アウトサイド高め打った、ワンバウン。ウィリッツこれで今日3安打。さあこれでワンアウトランナーは1塁2塁。初球打って出た、ライナー1、2塁間抜けた、ヒットになります。ライト前ヒギンズライト前ヒットを放ちました。エンゼルス3者連続ヒット。内角高め空振り。さあ1球目空振りから決まった、ストライク。そして3球目空振り、ストラックアウト、全く当たりません。今日マルチヒットのブラジーミル・ゲレーロ、7月に入って早くも5本のホームランを打っています。これが4打席目になります。さあボール1からアウトサイドコーナー打った、取りました、スリーアウトです。7回の裏が終わって9対2、大分7点リードは変わりません。大分この回は上位打線から始まります。今日マルチヒットのリュウ、今日5打席目、直球見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、高め際どい球ボール、真ん中打ちました、ファールボール、バットの先に当たりました。カーブ打った、取りました、ワンアウト。リュウライトへのライナーに終わりました。今日1打点の大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。今日5打席目、さあワンボールから決まった、ストライク。第3球は外への直球はボール。さあバッティングカウントからインサイド打ちました、ファールボール。空振り三振、バットが空を切りました。前の打席でタイムリー放っている鈴木、今日はここまで4打数1安打、現在打率は3割2分6厘。セカンド落下点掴みました大分、あっという間にスリーアウトになりました。最後はセカンドフライに倒れました。8回の表が終わって9対2大分。エンゼルスこの回は4番クリーンナップヒッターからの攻撃です。今日ヒットを放っているロブ・クインラン、7月に入って早くも7本のホームランを放っています。今日4打席目、ここでタイムです。大分ピッチャーが変わるようです。ノコギリ今日3番手としてマウンドに上がります。低めギリギリいっぱい、ストライク。さあ1球目ストライクから大きなスイング、空振り、追い込んでいます。2ストライクノーボール。1球外した、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。今日ヒットを放っているトリーハンター、現在打率は2割4分。スラーブ見送ってストライク。さあ初球ストライクから作り打った、ショート落下点、ミルズ取りました、ツーアウトです。ノコギリショートフライに打ち取りました。今シーズンは好調なバッティングを見せるボビー・アブレイユ、メジャー通算250本塁打まであと5と迫っています。さあ初球ストライクからスクリュー当てれました、これはバットの根元、セカンド掴んだ、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。8回の裏が終わって9対2大分、7点リードは変わりません。さあいよいよ9回に入ります。今日ヒットを放っている菊池、7月に入って早くも6本のホームランを放っています。今日5打席目、第2球は決まった、ストライク。内角高め空振り、バッター追い込まれた。そして4球目、カーブはボール、菊池よく見ています。さあ平行カウントになって低め打ちました、高いバウンドになった、キャッチャー掴んだ、ワンアウト。菊池キャッチャーゴロに倒れました。今日マルチヒットのバットタップマン、これが5打席目になります。外角高めいっぱい、ストライク。さあ1球目ストライクから、内角高め決まってストライク、2ストライクノーボール。1つ外してボール、
三振、タップマンスイングアウトの三振に倒れました。前の打席はホームランのフリーマン。メジャー通算400本塁打まであと4と迫っています。今日5打席目。第2球はアウトサイドいっぱいストライク。そして3球目、直球打った、ファウル、ボール。1球外した、2ストライク1ボール。打った、バットが折れました。セカンド取った、3アウトです。大分またしても三者凡退に終わっています。9回の表が終わって9対2、大分7点リードです。これから攻撃に入ります。エンゼルス、この回のトップバッターはタウイ・ケンドリック。今日はここまで3打数1安打、現在の打率は2割3分。ファウル。さあ1球目ファウルから。真ん中打った、セカンド取った、ワンアウトです。ケンドリック内野ゴロに終わっています。バッターはジェフ・マシス。今日はここまで3打数1安打、これが4打席目になります。さあ1ボールから、スライダー外れてボール。少し見送ってストライク、ワンストライク2ボール。さあバッティングカウントから、引っ張った、ワンバウンド、2バウンドシフトになる。マシス送球の間に2塁へ。マシスレフト線にダブルを放ちました。エンゼルス今日12本目のヒット。今日ヒットを放っているレジー・ウィリックス、現在の打率は2割8分8厘。ここでタイムがかかります。エンゼルス代打を起用してくるようです。この場面でクラッチヒッター、ケンドリー・モラレス、現在の打率は2割5分。インサイド引っ張った、左へ打っていったが、これは切れてファウル。さあ初球ファウルから打ちました、バットの先、サード掴んだ、ツーアウト。そして迎えるバッターは注目のショーン・ヒギンズ。大分連勝目前、今日5打席目。ここでタイムがかかります。エンゼルス代打を起用してくるようです。外角低め見送ってストライク。そして2球目、シュートはボール、低めボール球打った、セカンド掴んだ、アウト、試合終了。大分これで10連勝です。今日の試合をハイライトでご覧ください。さて今日のプレイヤーオブザゲームはゴリ。今日の試合を決定づける先制タイムリーを放ちました。今日の勝ち投手は前田、今シーズン2勝目を挙げています。負け投手はエスコバル。